対局は午前9時から始まり、白熱した対局が今も続いています。棋王戦五番勝負は先に3勝した方がタイトル獲得となり、これまで藤井五冠が2勝、渡辺二冠が1勝。今回藤井五冠が勝利すれば棋王を初獲得して6冠となり、29年ぶりに最年少記録を塗り替えます。一方、渡辺二冠は10年間棋王戦を制しており、今回勝てば11連覇に王手がかかります。勝負はいよいよ大詰めで、今日中に決着する予定です。